じゃあ、こんにちは。さあ、優勝しなきゃいかん。はい。ね、やっぱり優勝するからには日本一っていうことになるよね。はい。で、ジャイアンツが優勝したけども、はい、まあ、2年連続ソフトバンクに4連敗、4連敗。はい。で、まあ、巷で囁かれてるのが、セ・リーグは弱いと。はい。パ・リーグはすごく強い。いい野球やると。はい。言われてることに関して、セ・リーグの選手としてどう？事実が一応そういうふうになってはいるじゃないですか。まあそうそうだね、結果がね、結果として、うん、まあそこはまあそうなのかなとは思いますし、うん、それに関してやっぱこうセ・リーグのに席を置いてるわけじゃない、はい、でずっとセ・リーグで来ててやっぱ悔しいと思う、はい、そういうことを言われるのは、はい、やっぱセ・リーグの選手って全部そういうふうな感覚で いてくれるかね。そうですかね。いやでも、うん、パ・リーグってなんかこう総合的に強いってイメージあるんですよね、僕。まあ、バランスがいいということか。そう、チーム一つ一つの、うん、なんかそういう僕の勝手なイメージですけど、うん、もちろんすごいなんかこう一人一人名前挙げたらすごい人、もちろんいっぱいいますけど、うん、何が差なのかって言われたら本当分かんなくて、うんうん、でもさ、今年ピッチャーを見たら明らかに違うよね。まあそうですね。でも交流戦今年はなかったけど、はい、昨年まだあったわけじゃない。でパ・リーグのピッチャーとも結構当たってるでしょ。当たってるっていいピッチャーと、はい、どう、やっぱりいいだろ。まあ、まず球速いですよね。やっぱ速い。速いです。やっぱセ・リーグとは違う。まあでも今年一昨年ぐらいセ・リーグもなんか中継ぎとかも、まあ、先発も150は何人もいますし、中継ぎとかもこうあのなんですか、データ見ても、うん、みんな150キロなんですよ、セ・リーグでも、まあね、うん、だから何なんだろうなと思うんですけど、パ・リーグもちろん球みんな速いですし、でもなんかパ・リーグの方が強さは感じますよ、球の。あ、ピッチャーの質としてね。はい、数字っていうよりは、うん、ドーンみたいなのは感じはありますよね、うん、はい、やっぱ打ち返すのには至難の技という。だからまっすぐをまず考えちゃいますよね。こうセ・リーグはかわすっていうイメージがあるんだよね、俺。はい。でパ・リーグは困った時にまっすぐでドーンと来るっていうイメージがあるんだけど、はい、やっぱそれは間違ってない。そうですね。まあそんな感じはしますね。やっぱかわすよね、はい、セ・リーグって。まあ 0-2 変化球多いかなっていう。そうだよね。のあります。1-3 変化球とかは多い気はします。その先発とか特に。だって菅野にしても150キロ以上投げるのに困った時にはなんかスライダーが来るというか。そうですね、まあ、そのイメージは強いですね。強いよね、はい。まあ、どの球団、セ・リーグのどの球団にしても、まあ、後ろの方のセットアッパー、クローザーとかはまっすぐ来ますけど、うん、やっぱ先発ってなるとまっすぐで素直に外をまっすぐっていう感覚はあんまりないですね。そうだよね、はい。でもやっぱジャイアンツは梶谷という選手を取った経緯は、まあ、優勝することはもちろんそうだし、その一番というところを埋めようとしてるっていうところもあるし、でもやっぱもう一度ソフトバンクに勝つためにはっていう、そこまで行ってると思う、はい。ソフトバンクのピッチャーを打つ自信ある？まあ、自信なかったらまあそりゃそうだよな自信なかったら帰れって言われるよな。そうですね、やめちまえって感じですよね。そうだよね、はい。でも実際日本シリーズで戦った経験があるよね、はい、ソフトバンクとは、はい、その時の印象でもいいから、どういう、あの時千賀もいたよね。千賀投げました。お前千賀からホームラン打ってんだっけ。僕は東浜君ですね。あ、東浜か、はい。チェンジアップかなんか、うちのまっすぐですかね。ホームラン。あ、そうだっけ、はい。どういう印象、僕のもう個人的なイメージですか。僕対戦が少ないじゃないですか、うん、それで僕嫌なんですよ、うん、だからそこまでに至らないというか、うん、もちろん球は速いなっていうのはもちろんありますけど、でもまあ言ってもそのソフトバンクの選手は結構初めての対戦なのに巨人のピッチャー打ってるじゃないです か、うん、だからそこを言われてしまったら話が始まらないんですけど、僕の勝手なイメージはまあ、っすぐは強いけど対戦が少なすぎて難しいなっていう方が強いです。
やっぱりこう対戦 しときたいの。だから日本シリーズで短期決戦ってすごくあれでしょ、はい、弱いタイプ、はい、いや意外に僕弱くはないと思うんですけど、弱くはないよね、はい、もう勝負強いしな。そうですね、だから根本にはそこはちょっといつも思います。うん、もっと知りたいっていう、俺のチャンネルで田村仁志、はいね、先輩でしょ、はいね、その動画見てないでしょ。見ました。え、田村さんが見ました。その時に短期決戦のやり方っていうのが、はい、あでも覚えてないですね。もう一回見といて、はい、いいこと言ってる。ま、はい、っすぐはここに置いといて、変化球はここに置いとくとポイント、二軸で待ってるっていう、はい、そういうことやったことある。いや基本そうですね。え今ですよね。え基本的には、ま、本当にお前偉そうに、なんか偉くなっちゃったね。いやまっすぐ待って、うん、変化球、まっすぐ待ってっていうか、まっすぐタイミングの変化球って感じです、常に。いや、それそうだよ、誰でもね。今、そういうことですか。いや、違う違う、田村はここに置いといて、はい、変化球はここ、ここのイメージがある。その二軸で待つっていう。あ、軸ですか。うん、ああ、それはないですね。いや、それだったら初見で対戦したピッチャーもなんとかなるっていう。はい、へ、だからあいつは短期決戦に強かったんだけど、だからカジが言ってるのは、まっすぐ速いポイントを置いといて、それでなかったら溜めて打つっていう感じでしょ。そうですね、はい、その軸の問題とかじゃないです、はい、そうじゃなくてここのイメージなんだって、変化球。ちょっともう一回、それが初対戦の時っていうか、初対戦あまり知らないピッチャー。そうそうそう、いやそしたらなんとかこなせるっていう。しんのすけが短期決戦に一番強かったと思う。なんでかっていうと、絶対引っ張りに行かない。ああ、そうなんですね。は初対決の時は、はい、必ず詰まってもいいから、センターからショートの頭を打っていく、はい。ちょっとそれは、今年はの僕だったら分かるかなって。分かる。今までは分からなかったですけど、今年やってみて、あ、絶対そっちの方が確率は高そうだなっていうのを思います。うん、はい、だから、阿部慎之助も困った時、はい、ね、はもう必ずセンターからショートの頭。いやでも困ったら僕ももう本当に今そうですね、うん、もうちょっと、あ、これちょっときついなっていうのはもう全部逆方向です、うん、カジのバッティングの中の一つの特徴としてさ、俺勝負強いと思ってるんだよ、はい、DeNA の時も、あ、一番勝負強いなっていう。あ、本当ですか。そういうのを感じてたの、はい、まあ宮崎もそうなんだけど、はい、その勝負強さを生み出してることって何なの。まあ、得点源が悪い年もありましたけど、うん、それはまあ人間だからな。比較的にこう、まあ、打ってはいるのかなとは思いますけど、うん、率としては、うん、まあ、もちろんこう気持ちもこうなるじゃないですか、うん、満塁とか。だからイメージをまず描くというか、打席入る前にも、うん、まあ、こういうのが打ちたいっていう、あ、とそういう時、そういうチャンスの場面とか異様な雰囲気ってあるじゃないですか、うん、もうここは打ってくれて、打たなかったらもう先輩やっていうぐらいの雰囲気あるじゃないですか。そういう時はもうまずネクストで、そのどういう球が来てもこういうヒットを打ちたい、ただこういうホームランを打ちたいみたいな、明確に持ちますね。それは何、方向も決めるの。決めます。お、球種も決めます。もう、はい、ピッチャー、そのピッチャーと自分を考えた時にネクストでこれを打つで、これは最悪反応で打つみたいな、うん、でも根本のイメージは球種もコースも、うん、球の感覚も、それがツーベースなのかホームランなのか、うん、シングルヒットなのかまで決めていきます。それはチャンスの時に限り。いや、チャンス、もう超チャンスの時です、うん、もう普通の時はあんまり決めない。決めないです。あ、そのいい加減さがいいんだな。決めないですね。俺はなぜ梶谷が強いかというと、はい、集中力を常に使わないっていうことなの、はい、あで、ここって言った時に集中できるものがあるから、はいはい、勝負強い。その勝負に対しての時だけ集中力をマックスに使う、うん、まあ、例えばさ、これがメモリだとしたらさ、はい、1試合ずっとやってきたらさ、メモリがこう最初マックスからやって、はい、どんどん減っていくわけじゃん、はい、使ってるやつって、はい、だけどここって言った時にポーンとトップまで集中できるっていうのが梶谷の特徴だっていうふうによく話すんだけど、はい、それ、ま、間違ってなかったね。まあ、集中、まあ、そういう考えを集中で捉えてもらえればそうかもしれないし、いや全部が全部人間だって集中できないわけ、はい、
まあ、例えばこうストライクゾーンがあってここだけに集中するか、はい、全体的に集中するかによっては、はい、打ち方って全然変わってくるじゃない、ね、だからそこができるんだよ、チャンスの時は、はい、だからだよな。あ、そうかもしれないです、ね、宮崎は困った時は絶対反対方向に行くから、ね、はい、あそこの強みがあるから、はい、じゃああながち間違ってなかったな。そうですね。じゃあバレリーナの三振をする時は集中してなかったってことだね。いや、僕が今思うのは技術がないと思いますそう、いや本当にどの打席でも、まあ、いろんな人からやる気ないように見えるとかまあそんな言われてましたけども、そんな知ったことないと思ってましたし、ただ技術がないっていうのは思いました、うん、技術がないからああいう形になる、うん、まあそう見えない人もいますけど、見えるだからだから何っていう感じで、うん、単純に僕はバッティングをどうにかしたいと思った結果、こう逆方向逆方向っていうのがそれが出にくくなったっていうので、もう技術だなっていう、性格っていうのは技術かなって僕は思ってますけど、うん、なるほどね、はい、まあ技術も備わったし、はい、まあ精神的にも落ち着いたし、はい、ね、まあ、ジャイアンツファン の、 あの期待に応えられるように、はい、また何よりもその原監督がさ、はい、やっぱ梶谷っていうふうに声をかけてくれたわけだから、はい、その男に対して、はい、ね、裏切らないように、そうですね、はい、ね、期待してます、はい、頑張ります、ね、はい、まあ、なかなか、ね、ありがとうございました。いや、とんでもないです。まあ、まあ常にあなたのファンで言いますから、ね、ありがとうございます、ね、バレリーナも含めてファンだから、ありがとうございます出た出たと思ってるから、ね、頑張って、はい、ね、はい、応援してます、はい。